体制によって本目的は抹消されるわけです。その一人、台湾で翌日東京市を受領した蔡康永氏です。私は元日本人です。東アジアで驚異的な発展を遂げた台湾の地域を日本人が作った。今でも台湾人は感謝し、それは今後も揺らぐことのない事実です、と言っています。3分の1でいいんじゃない。カサノバというワインです。はい、どれ、はい、西さん、はい、安藤組、工藤組、はい、はい、西さんのは、はい、はい、ワイン、あー、俺にちょうだい、はい、はい、はい、一気に行ってください。次のワインが来ました。早いじゃない、まだ、はい、飲める人は、はい、どうぞ。武井さん、お世話になりました。いや、お世話になりました。どのぐらい、ストップ、はいはい、味見だからね。で、よかったらまた買ってください。私はちょっとお酒はわからないんですよ。これ赤ワイン、はいはい、いっぱいあるかどうぞ。小川さんは、はい、いろいろお世話になります。はい、武井さん、どうぞ。味は、飲んだ味は、これまた結構、はい、はい、バグル長、はい、バグル長、そうですね、今日は泊まっていくんだよ。どうもありがとう。あ、そう、今何時、まだね、よし、まだ3時間。じゃあもう一度僭越ではございますが、乾杯、乾杯、台湾式の乾杯、いいね、寄ってくださいよ。酒飲んでんだから、ワイン飲んでんだから、酔わないと飲んだうちに入らないよ。村八分よ。
にゃおいいね酒はだからいいよ好き大好き